寄せの術。キュービー、やれキュービー。どうしてみんなと。いいから、ナルトのそばに。すぐに戻ってくるよ。忍者って何って、そう尋ねたことがあるもののことだって、俺の師匠は言ってた。報告通りだな、間違いない。暁だ。それぞれが厄介な能力者と来てる。一応それぞれのデータは叩き込んであるが。俺は逃げも隠れもしねえ。かかってこい、この野郎。渦巻きナルト、忍者だってばよ。何やってんのよ。しかも不利だ。バラバラにして撃破すんのが常識。もうあんま世話焼かせないで。バイカの術、肉だの戦車。お前の術は厄介だ。ダブルダイナミックエントリー。イゾリー、今こそ銀ギラ銀に輝く我らの青春パワーを見せつけてやるんだ。お待たせだ。おとん、ご留年。なら俺が。どうやなんだこの。とりあえず撃退成功ってことか。死んだはずの暁が襲撃してきただと。どうなってる。わかりません。刺したる反撃もなく引いていきましたが。それとまだこいつの死体サンプルが残っていたな。すぐに組織を調べ照合しろ。はい。暁を追い返したそうじゃないか。まあなあ、なんか拍子抜けだったけど。何言ってんだ。実力者の集まりだ。それを撃退するなんて、お前たちの活躍は常任に匹敵するぞ。私たち常任になるの。ちな、これは私たちだね。母さん、おまけに本人と来たらガサツだし、靴は脱ぎっぱなしだわ、洗濯物はたたまないわ、掃除は嫌いだわ。さくらもお母さんの前じゃ勝手なしに。桜は偉大な師匠についてるからな。お母さんも引っ込んでてよ。うざいしギャグも寒いしばっか見た。まあ、なんですって。みんな親に推薦してもらうみてえだけど、お前はどうすんだよ。僕は根の所属だったからね。おいおい、こんな大きいケーキ買って大丈夫か。食べれるよ。なんだ、俺に話して。文章書いてくんないかな。はあ？同期のみんながさ、書いてもらうって言うから、その。中任になってからだろう。お前の父さんだった四代目も、中任、上任を経て、おかげになり。時には、こう思うこともあるってばよ。岩の英雄なんかじゃなくって、言えるところに嫌がれって。今日はどうしたんだ。別に。ラーメンお待ち。ナルトは味噌チャーシューだな。これ、ナルト入ってねえけど。切らしてんだ。代わりにメンマ大盛りにしといてやったから。メンマは嫌いだ。そもそもこいつはなんでできてんだよ。
歯ごたえ良すぎだってばよ。ナルトの入ってねえラーメンなんてラーメンじゃねえよ。おいナルト、足りねえよ。俺が払います。なんだよイルカ先生ってば。ちょっとまだ話の途中よ。いちいち干渉しないでよ。さくら行くわよ。え、デートしてやるって言ってんの、ついてこい。あ、いや俺としては。ねえ、さくら痛い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 。呼んでたみたいだけど。ほっとけいいのよ。人のすること1から10まで口出ししてきて、結局はいっつもお母さんの言いなり。上人になる機会もないダメ忍者なんだから、私はサービスしろっての。こうやってば、さすがに言い過ぎなんじゃねえの。何よあんた、あっちの味方するわけ。そうじゃなくて。久しぶりだな渦巻きナルト。螺旋丸予定外だが、まあいいだろう。え、何を。何だってばよ、今の。よ、何してんだ。お前ら、ほどいいとこに来たってばよ。大変なの、今、マダラがここに。さあ、もう、こんな時にボケかましてる場合か。だから、はい、待て。好きありゃ俺に食いつきやがって。俺は猫使いに生まれたかったっつうの。猫。二人はここで何を。まさかデートじゃないだろうな。に手出した、ぶっ殺す。落ち着けて。 おい、なんでお前がこいつをかばう。え、男女が二人でいるということは。待て